はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は、はい、3月の7日11時19分です、ね、今日はね、朝からおじいのところにねコメントがいくつか来ていますね。もうアイビデオの情報になるとおじいのところ真っ先に来るね、本当ね。はい、じゃあね、アイビデオの今ね、うわーって内容を紹介するよ。はい、まずね、ピローンとね、よいしょ、ね、はい、まあ、新しい文字でちょっと順番逆になっちゃうけどね、千夏アリスさん、ありがとうございます。いつも動画見てます。さっきアイビデオのホームページを見たら、サンマリオン ZT 月額プランがなく、603の長期割引がなくなり値上げになっていました。在庫とかがないんでしょうか、コメントよろしくお願いしますってことでね。で、中島さんもね、おはようございます。来月からサンマリオン ZT 借りようと思うのですが、月額プランが見当たらないのですが、なくなってしまったのですかねっていうことでね。で、まだ来てるよこれね。こんにちは、ここに書くのはちょっと違う気がしますが、アイビデオのサンマリオン ZT 使いたい放題ね、月額の項目がなくなりましたね。借りようか迷ってただけに残念です。一時的なものですかね。ということでね、ものすごく皆さんね、心配している方も多かったです。で、ね、今日現在ね、アイビデオの言語選択がまずなくなってます。海外の方に飛んでって、どれでかね、決済したいと思ってた方、まあ、直リンクは残ってるんだけども、まあ、サイトあるんだけど、そこの、ランゲージセレクトがね、まずなくなった。で、サンマリオン ZT の 月額レンタルが消えた。601HW の月額レンタルが、が消えた。601、ちょっと待って、601は消えてないよね。601の、そう、月額レンタルがなく日割りプランだけになっちゃったんだね。で、603HW の長期割引が消えた。ね、で、新しい担当者はよく見ているので、おじいのこの動画ね、見てると思うんだけれども、これに関して、アイビデオはね、お昼前頃からほら、ずっと12時間ぐらいやってるでしょ、夜中まで。で、おじいね、まあ、第1号の連絡を受けてから、LINE でね、確認しました。ね、そしたらね、よいしょ、こんな感じ、ね、うん、まあ、現在システム復旧中ですので申し訳ございませんって感じでね、うん、了解しました、頑張ってくださいねってことでね、本当ね、まあ、完売ですか、ね、復活ですかとかね、まあ、聞いたところ、まあ、そういう内容だそうです。なんでね、今システムがいろいろ手直しをしてて復旧中だということです。で、あとね、時期的に今ね、移動の時期なんだよね、本当に。それで、こういうレンタル Wi-Fi が一時的なお客さんと、あと新しいところでの月額プランの、ね、申し込み予約とかが殺到する時期なんだよ。で、去年からの流れを見ても各社今値上げの時期だし、まあ、割引っていうのがこうグーって抑えられてしまう時期なんだよね。やっぱ新年度スタートする時っていうのは一番需要がある時、やっぱりね、需要と供給なんだよね。で、アイビデオはその中そういう流れにこう、まあ、波に動かされないっていうか、まあ、そこが嬉しいところなんだよ。で、例えば楽天のね、Wi-Fi のレンタルの会社なんか見ても、もう何日経って、あってこう変動が激しいっていう。で、おじいもそういうの最初知らなかったんで、そんな株みたいに変わるなんて分からなかったんで、ただ延長の値段は変わらないんだけども、日ごとにその在庫によって変動したりするんだよね。これリスナーさんから教えてもらって、あ、本当だって感じで、だからその時にここはいくらここはいくらって比較でやってても、すぐに翌々日また値段が下がったり上がったりってするんだよね。で、あと今の新年度移動の時期とか、
あとは、お盆休みとかね、レジャーの時期とか、ね、あと、やっぱ、どうしても年末年始とかね、そういうところがね、やっぱこう、需要が多いです。ね、なんでもそうなんだよね。他のところは需要と供給、まあ、いろんな調整があります。あと、今、値上げの時期だったりするよね。4月からいろんなものがまた値上げするよね、本当ね。まあ、そういう意味でね、あ、じいじちゃん、おはよう。あんま退屈だから、録画してみちゃった。じいじいちゃん。キャラ、木袋歩いてんの、本当。で、じいじいちゃん、ありがとう。ね。まあ、そんなわけでね、今日もね、ほら、17ライブで配信してね、今やっと、どれくらいぶりかな、今ね、じいじいちゃんが今こうしてね、遊びに来てくれました。おじい、17ライブね、すごい寂しくしてるから、よかったらまたみんな顔出してね。今日は今ね、50分ぐらいやってるんだけど、今、3個目来た人と、あとジュージューちゃんかな。ほんとね、元気なおじい、2時間やって1個目も来ないっていう時もね、今年に入って何度かあるんだよ。地味にやってるからね。まあ、テレビではものすごいダーって有名になってきた、17ライブ。でも、やってる人がね、ものすごい増えたんだよ。すごい多いよ。もう、負けないよ。台湾の、配信してる方に負けないぐらい、日本人のね、可愛いお姉ちゃんとね、ホストみたいなイケメンがいっぱい集まってるから、とりあえずね、一緒のライブ見に来ると、もうよりどりみどり。他のアプリだと、サムネがみんな漫画だったりとかさ、ゲームだったりとかさ、もう何を見たらいいか分かんない、わけでも分かんないけど、一緒のライブに来たら、もうよりどりみどり。ね、で、その中に、ちょっとうっかり間違って元気な星が リストにいるかもしれない リストにいないかもしれない ね、じゅんじゅんちゃん、増えたよね、いっぱいね。まあ、そんな感じでね、まあ、一応お話はちょっと置いておいて、とりあえずね、やっぱね、需要と供給です。で、あと一個気になったのがね、この、まあ、システムを、とにかく、こういろんなバグがあったから、そういうものも今改善してくれてるし、利用開始日からね、終了日までの計算もおかしいよっていうのはね、そういうところもなんかね、修正されてるような気がする。なんかおじい計算すると、30日とか31日になってるもん、ちゃんと2月に行かれてもね。だ、そういうところの細かい修正をちゃんとやってるんじゃないかなと思います。ね、あとね、おじいが思うに、アイビデオの新しい担当者さん、これまたね、意外とね、おじいのところ、動画見てくれてるし、で、動きがね、早いです、本当。だからね、多分ね、まだこう日本語ちょっとね、いまいちかもしれないんだけど、大体のことが理解してるのでね、まあ、なんとなく、おかしなところの修正、だんだんしていくんじゃないかと思うよ。まあ、ね、もし中の方見てたらね、蹴ったりするところね、ああいうのを修正してこいよ。おじい、日本語、ちゃんと正しくしてあげるからさ。それを参考にね、本社の方のこう直してくれる人にね、これが正しい日本語ですって感じでね、あれすればね、修正してくれます、多分ね。まあ、そんなわけでね、今回のこの動画では、ビデオの内容が、今、一時的にね、人気のある商品がなくなっちゃったんだけれども、すぐに復旧するということでね、安心してください。ね、あと、まあ、復旧後にどうなってるか分かんないけどね、またバグがあったら教えてあげようよ。とりあえず、ね、直接アイビデオの方に LINE とかメールで、ここがおかしいですよとかね、教えてあげれば、大体、ありがとうございますって感じでね、片言に返事が来てね、それが生かされるかどうか、内容が理解できれば伝わるけど、内容が理解できなかったら伝わらないかもしれないね。あんまり伝わらなかったら、おじいのところに教えてくれれば、まとめて担当者さんに言っとくからね、正しく表示してもらいましょう。ね、そんなわけで、今回はね、ちょっと今の短いんだけれども、ね、まだおじいね、一緒のライブ今日配信したばっかなんだよ。ね、まだまだね、もうちょっとこう、やるからね、一回引っ張らないで、録画はここら辺で終わりたいと思います。あと、今日、まあ、急いで復旧するってことだからね、
アイビデオも商売だからね、1分1秒争って今一生懸命やってると思うけど、あちらの方の時間との、ね、時差が1時間ぐらいかな多分ね。ね、うん、取材ベイビー来たよ。取材ベイビーありがとう。うわ、取材ベイビー来た。取材ベイビーありがとう。わーい、ひなちさん。ありがとうね。嬉しいんだもん。よし、サンキュー。ということで、本日ね、寂しいおじいの枠にね、シージャーライブからの中井さん、ね。で、じいちゃんもね、パチパチありがとう。ね、取材ベイビーいただきました。ありがとう。ね。似合う。元気なおじい。本日、17ライブで、ね。アイテムをいただいてニヤーって感じでね、今日はいいスタートになるかもしれないね。本当やっぱ今日朝から今日ね、ついてなかったんだよ、いろいろ両目が腫れちゃって、すっごい腫れちゃって、両目が一緒に腫れちゃって、あ、どこ行ったこれで、ちょうどたまたまね、おじいこの時期腫れるんだよ、花粉かなんか分かんないけど、もう昨日から目痛かったんだけど、多分ね、足湯の時に使ったので、うっかり顔拭いちゃったんで、間違えて。タオル2個あって、汚いので拭いちゃって、それでバイキン入ったかもしれない。両目がすごい、充血と腫れちゃって、ぶわーっつって。で、今急いで抗菌目薬ね、去年もらったやつだけどね、まあ、とりあえず使えてるって、今ね、一生懸命治してるところ。ね。素晴らしい、ね。はい、そんなわけでね、緊急報告でした。またね、詳しい情報は追って、お知らせいたします。バイバイ。